平和記念会館。これは平和記念会館といって、ここの元島民がこちらに移動された際に宿泊する施設になってます。はい、はい、そうそう、この間来ました。火山プレートって九州のところとかいろんなところに走ってるんですけど、この小笠原のこの硫黄島の火山プレート、これまっすぐ行くと本土の富士山、箱根通って富士山の方につながった火山プレートなんです。でこちらの硫黄島は海底からすると大体2000メートルくらいの今頂にいる状態になります。はい、その中でもこのちょっと高いところ、すり鉢山、ちょうど富士山で言ったらこう頂上のところは溶岩たまりができて、ポコンとへこんだ状態になってます。でこのすり鉢山はちょっと低い山なんで、そのまんまこう溶岩たまりができて器状の形になった山になってます。でそこからすり鉢山と名付けられるようです。で、すり鉢山なんですけど、昭和54年くらいから現在にかけて、大体2メートルぐらい隆起しているといわれています。で、隆起したら隆起したで、今度は地が緩くなるんですね。豪雨とかそういうのにあって、ちょっと山が崩れた形になっています。で、そまり、端っことかには行かないように気をつけてください。崖になってる。すり鉢山の方の頂上に行くんですが、そちら、行かれると、米軍の、上陸記念碑というのと、戦没者顕彰碑、これ2本からですね。それと、第一大船見立て特別攻撃隊、特攻隊ですね、と碑が3つがあります。昔だったらですね、その火が3つともこうハス向かいあったんですけど、土砂崩れでちょっと今ちょっと場所が離れた形に置かれています。アメリカの方のその上陸記念碑、硫黄島からの手紙と同じくしてた父親たちの星条旗、そのアメリカ軍が初めてこちらに来て、で旗を立てた場所になってます。でそのロクに実際あげたらしいんですけど、その 日にもちゃんと6人で旗をあげてる形で来られてるんですけど、その6人中3人が続く 戦火で亡くなってるんです。で2名はちょっと不良の死を遂げて、結局その旗を上げた6人中の1人だけが自分の寿命を全うして亡くなりました。でその方が、戦争終わってからですね、自分の家の葬儀屋を営んだんです。その人が亡くなってから息子さんがこちらの方に訪れて、でその人の出身がウィスコンシン州、アメリカの、なのでその形をかたどったプレートが旗を立てた場所にあります。で第一大負担見立て攻撃隊の日、
特攻隊ですね。第一見立て特別特攻隊っていうのは、あのこちらを飛行場を元にして、あのサイパンに進出したんですね、ゼロ分で。その方たちの日になって、第2見立て特別攻撃隊っていうのは、あの俗に言う神風特攻隊で、こちらの方に進撃してきたアメリカの空母に直行して行ったと言われています。で、戦没者検証碑、こちらがあの昭和の44年に、あの昔はその当時の岸首相が建てたものになります。で、あの都道府県の絵がある、日本の絵があるんですけど、その都道府県で採れてる名産の石がはめ込まれた形の碑になっています。で、その際にですね、天皇陛下がこちらを来られるということで、その登っていく道をですね、舗装したんです。アスファルトとですが、その要はこちら隆起現象が起きるんで、結構なあの段差があるんですよ。で、今あのすり鉢山に登っていく途中に入ったら、これだけあの隆起現象のそれらのサーキットがあったのかっていうのもちょっと見受けられるあと下かまないように気をつけてください。首相があの検証碑を建てたんですけど、その際にあのつがいの記事をすり鉢山の頂上から話したんですね。で、その記事が結構まだいるんですね。ここでいるんですけど、あの見られると結構珍しいなと思いますね。あまりめったに見られないですけど、この前走ってたら見かけましたね。さっき走ってました。あ、そうです。はい、でその記事見ると結構いいことあるらしいです。定かかるとわかるさっきも言いましたけど、虫とかあまり触らないように気をつけてください。